皆さんこんにちは。こんにちは。トヨタガズーレーシングブース東京オートサロンにようこそ。ようこそ。わお、人がすごいですね。すごいですね。まだ金曜日ですよ。はい、始まったばかり。あ、友達が手を振ってくれました、私、はい、ちょっといいですか、そして、はい、奈良の田舎もは帰っていただいてですさて今日何始まるんですか、エミ、これ。はい、これからですね、なんと、はい、スペシャルトークショーと題しまして、いい、はい、スペシャルトークショーを開催してまいりたいと思います、はい。椅子は3つ、1、はい、2、もう一方、はい、11さんに呼び込んでいただきましょうか、はい、それでは、はい、森戸選手の登場です。はい、森戸選手どうぞ。皆さん大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今落としちゃったマイクを。マイク落としちゃった、はい、失礼します、はい、ではでは。いや、この座り順でいいのかな、はい、いや、はい、もうこれで、はい、はい、台本ございません。はい、分かってます。はい何をするかも何もないです。こちらも何も聞いてません、はいはい。なんかちょっと僕としてはですね、うん、我々のボス森蔵選手でしょ、そして豊田章男社長、いろいろなマスタードライバー、はい、いろいろな肩書きありますけど、ちょっとせっかくなんで、はい、ごっちゃ混ぜにして、はい、いろんな僕らのちょっと質問を、はい、はい、豊田何聞いてもらってもいいですよ。いいですか、はい、本当 何, でも聞いても何聞いてもいいんですか。何聞いてもいいですか、うん、え今日はじゃあ例えば 今ここに座ってらっしゃるのは、はい、だからその今言ったもう全てにこう化けていただけると、はい、そういうことです。シャッてやったら森と、はい、シャッてやったら私もね、そのね3種類のね人間をね、はいはい、どう使い分けてるのか、あ、それぜひとも知りたいです。僕一度ねなんかでそのビデオ撮りたいなと思ってるのはね、はい、豊田章男と森蔵とトヨタの社長、はいね、はい、この3人のトークショーをやりたいですあ、でもちょっと前に3人がご一緒するってことですか。3人がそれで3人がその立場で物を言う。おー、面白そう。それがねごちゃ混ぜになってるのが今ですよね。今なんだけど、はい、その3人に例えばね、うん、いろんなこと語らせたらどうなるのかなっていうのはね、うん、自分でも興味ありますね。ひょっとしたらその3人が違う意見が出てくる、はい、あると思います。ありますよね、はい、うん、でそのもう一つがね豊田喜一郎の孫、はい、ね、はあ、だから豊田章男ってやつと豊田喜一郎の孫というね、まあ、この4種類ね。でもこの間豊田喜一郎さん やられてましたよ。喜一郎さんに扮してなんか喋られてる映像見たことあります。あります、あります、はい、あれはクラウンのライオン伏木、はい、ね、クラウンのライオン伏木、うん、さっきその辺にさ、ね、吉田さん、はい、彼がねうちの副社長ですけどね、はい、彼がドライバーをやって、はい、私が後ろに乗ってる姿もうこれはもうちょっと分かんないですけど、オートサロンの会場なんですけど、ここに社長がおられる、そこに副社長がおられることはもうここにおられるのは今は社長です、はい、そうか、今ね、今はもう社長です。今の一瞬はそうですよね、はいはい、いや、また評価されてるなっていうね、うん、はい、嫌だなと思って、すごいな、やっぱりその使い分けられてるというところのメリットデメリット。じゃあ前はね、うん、前は森蔵という名前を豊田章男を隠すために使ってたと思うんですよ。あ、そっか。というのはドライバー名豊田森蔵、豊田森蔵じゃないまた第三者が出てきましたね。なんで大企業の社長があってね、豊田章男でやるとね、はい、そうですよね。なんで大企業の人がこんなね、はい、危なっかしいことを車なんかやってんのってことを言われるので
森蔵名で、ニルとかねいうのをしたんですよね。ですからその最初は森蔵というのは豊田章男とか、はい、トヨタの副社長とか社長とかいうタイトルを隠すためのものだった。あ、もうハンドルネームみたいな感じだったんですね、はい、ところが今はね、今はどちらかというと豊田章男という人のまたトヨタの社長の個性を非常に出してあげてるのが森蔵の役割のような気もしますね。トヨタ自動車の社長だと、はい、やっぱり言えないことってあるんですよ。ところがね、トヨタ自動車の社長でもね、さっきやったトークショーのね、はい、あのルーキーレーシングの時はね、はい、あの時なんてごちゃ混ぜに言ってますよね、はいはい、ね、だからある時はトヨタの社長の発言もしちゃってるし、はい、ある時は豊田車好き の、うん、あの森蔵も出てるし、ね、はい、ですからそこがね、あまり包み隠さずに話せるような環境になってきたんじゃないのかなと思いますね。ちょっと昔の方がこう自分の中では切り替えはもうしっかりピシッピシッてしちゃったっていう前はもっとやってましたけど、今はね、うん、よく分かりませんね。ってなるといいですか、質問、はい、どうぞ。あの本当にくだらない質問なんですけど、夢を見るときはだ誰で夢を見るんですか？夜ですか？夜眠ってらっしゃるときに。あんまり夢って見ないんですよね。熟睡されてると。いや、熟睡してるっていうかね、悩ましく熟睡できてないときあります。いや、これでもね、悩み多いんですよ。悩み多いので、あの結構夜 の、 あの睡眠は浅いと思いますね。あ、そのじゃあ体が疲れてるわけじゃなくて頭が疲れてますから、ずっと、ね、何かしらを考えなさって。そういう意味ではね、あんまり寝れてないんじゃないのかなと思いますけどね。夢はじゃあどの役で見てるかは分からない。分かりませんね。なるほど。ということは、最初はね、あの豊田章男を隠すための森蔵から、うん、先ほどのルーキーレーシングの発表はごちゃ混ぜになってましたし、今我々3人でね、もう何聞いてもいただいてもいいぞって、ジュイチ何でもいいぞって言われてますよね。ゆくゆくやっぱりこれが一人になっていくのが理想なんですかね。だってもともと一人なんですもんね、うん、はい、元そうですよね、もともとはね。いや、もともと一人なんですよ。そしたら今のガズーの森蔵っていうのはだん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 その一人になりつつある部分じゃないかなと思いますね。まあ、そのマスタードライバーっていうのもね、あの大輔さんに お譲りになって、はいはい、それも多分二学校を降りてって降りてって徐々に徐々に、トヨタの社長もどなたかにお譲りして、いや、そこまで先は考えそれで降りてってだからそういうところでも最後残るのは、あの森蔵と豊田章男っていうのは残るんじゃないかなと思いますけど。あれですか、あの老舗有名レストランとかが、うん、あの経営者が変わったとしても味はやっぱりこう受け継いでいきたいとかあるじゃないですか、はいはい、そういった意味でもマスタードライバーっていうのはね、そのあのトヨタの車の乗り味を決める人だと思うんです、うん、でやっぱりその味っていうのはやっぱり代々受け継がれるトヨタという性のもので受け継いでいきたいというようなお考えもあるという、うんうん、あのね、それはなぜね、うん、成瀬さんがね、はい、僕にそれをあの教え込んでったかなというね。最初ね、車のこともあだこだ知らないくせに、ね、知らないくせにあだこだ言うなっていうところ、なんだかんだとか言いながら、うん、いろいろでももし本人がねやる気があるなら運転の仕方を教えるよ、はい、ということから始まった成瀬さんと僕の師弟関係、うん、でそれが今じゃガズーレーシングとなり、ガズーが発展しててね、ルーキーレーシングとかやってますけど、だけど成瀬さんがなぜ私に教えたかったのかなというのがね、私がまさしくそれをね、大輔にね、そのに引き継いでもらいたいなと思うのは、やっぱり車の味ってのはね、やっぱり好き嫌いあると思いますよ。好き嫌いね、好き嫌いあるし、やっぱりそのなんていうか、例えば私社長になってすぐね、品質問題っていうのが起こりました。ありました、アメリカで。はい、まあ、リコール問題、うん、でリコール問題の時に、あの私のその時の発言は、車があのリコールを起こすとか、車がそのなんかね不具合を起こすっていうのは、ある面私の体がね、ね、不具合が起きてるようなもんだというふうなのと同じですという言い方をしたんです。いや、それは全部あのトヨタのマークで、そうそう、それで苗字がついてるようなもんですね。苗字がついてるみたいなもんなんですけど、はい、それに対してはね、ずっと私の人生を否定してましたよ。
会社とこれは別物だとかね。だけど今思いますとね、そういう危機を脱するときに、あのやっぱりこの車の名前とその自分の名前が同じであるというね、これは一つは個性だし、もう一つはこれを強みとしてね、あのやっていくことも大事なんじゃないのかなというふうに思ってます。その強みっていうのはブランドにもつながっていきますよね、はい、うん、要は車がどん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 ね、ケース時代ね、自動運転だ電動化だっていうふうになった時にどん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 そのコモディティ化してしまう必要性があるんです、はい、つまんなくなっていく、はい、はい、で自動運転でもうまい下手があると言っているように、あの自動運転の中でもね、あのブランドメーカーが作る自動運転はちょっと違うよねというふうにするためには、やっぱりねその理屈を超えた、これなんだよね、これ好きなんだよね、これちょっと合わないんだよねということが最後、ね、分けると思うんですよ、はい、それでいくとそのあのマスタードライバーっていうのはね、あのだからこ そ, そのこ の, この、ね、立場である、私に成瀬さん譲ってきたんだと思いますので、だからそういう意味ではそういう意味でね、名前があるってことは大事なんじゃないのかなと思います。成瀬さんから受け継がれたマスタードライバー、今の、はい、トヨタ自動車 GR の味付けというのはですね、そしたらそのままやっぱり DNA を受け継ぐ豊田大輔選手が受け継いだら、よりその言葉で、彼はね、今自動運転研究してますから、全てこのフィーリングを数値化して自動運転に生かしたいっていう言い方しますけど、やっぱり人間の感覚で数値化できない部分ってやっぱ多々まだまだあると思います。それをやっぱり森蔵さんから DNA を受け継いでる大輔選手なんかが適任者なのかなっていうふうに僕なんかちょっと今思い始めましたね。そうですね、だから私もそう思ってます、ただ大きな会社なんだね、はい、それがね、すぐね、なんだと親子でそういうことやってるとかねって言われるんですからね、僕ね、誰が言うんですか。いや、いっぱい言いますよ、だけどちょっと僕違うような気がします、ここのところはね、ごめんなさい、大輔選手は森蔵さんのことをなんて呼んでるんですか。ごめんなさい、ここでカットインかって言われて、向こうが私は、お互いでもいいんですよ。お互いどう呼び合ってます。僕は名前で呼びますね。大輔、はい。彼はね、ある時は社長って言ったりね。時と場合によるんですか。時と場合によりますね。お父様なんて言って言われたことはないですよ。いや普通に、まあ、一般的にこう親父とか。まあ、いやだからね、親父という感覚よりは。兄弟って感じじゃないですか。あ、そうなんですね、いいですね。それにいいかどうかしませんけどね、向こうの方が兄貴だと思ってるんじゃないですか。どういうことですか。いやいや自分の方が、それはね、そんな感覚を持つ時があります。なるほど、じゃあ強気ってことですね、だいぶ強気っていうかね、なんでしょうね、はい、大丈夫から聞いてないかな、聞いてないから、ね、まあこの辺の関係はですね、今年ルーキーレーシングがスーパー耐久でですね、出場し活躍すると思いますから、スーパー耐久ご覧に、ね、見に行っていただいて、ピットウォークでも見ていただくと、そういう親子関係はもう親子関係がもうね垣間見れるのかなと。先ほど自動運転の話されましたですけれども、はいはい、東京オートサロンに帰ってきていただいて、ものすごく僕らありがたいんですけれども、はい、トヨタ自動車としてはやっぱりものすごく大きなこのタイミング、セスという、はいはい、展示会といいますか、それがアメリカであって、そこでコネクティッドシティを発表しましたね、今年、トヨタ自動車の社長として、あれがまだ何日も前なんですよね、はい、この間です、3日か4日前、はい、まだ2日前に僕はラスベガスから帰ってきたばっかりですから、はいはい、コネクティッドシティってどういうことですか、はい、あれね、ちょっと難しい話します。難しいなんですけど、やっぱり自動運転をやろうとか、はい、未来の住宅やろうとか、未来のこの iPhone はこうやって変わるよとかね、いろいろ言うんですけれども、それぞれの商品がそれぞれのペースで作ってるんですよね、そうか、自分自分の会社、自分の商品のことのペースで、総合的にじゃなくて、おのおのって感じですね。おのおの、そうですよね。それでそれはそれぞれ産業も違うし、はい、あれなんですけど、使い手は一人の人間なんですよ、ね、そうですね、ね、移動の手段も、携帯電話も、一人の人間が家にも住み、
そこで、物のその伝達もされ、食事もし、健康管理もし、うん、それで車でどっかに移動するというのは一人の人間なんですよ、はい、それが、ね、その商品ごとにいろいろな、ね、便利ですよと言われても、うん、なかなかね、なかなか、一人の人間からしてみればその度ごとにね、シームレスに繋がってほしいな。僕ね、結構アナログやから、家のねオーディオ機器があるんですけど、テレビ、レコーダー、DVD、 これがね全部繋げられるらしい。もちろん当たり前に繋げるんですけど有効にもっと活用できる方法があるけど、僕ら分からない、分からないんですよそんなことできるよって言われるんですけど、特に私のような年寄りでアナログ世代はね、分かんないんですよ、はい、ね。それでそれプラス、AI が入ってきてね、いろんなことがもっともっと準備になるよ、だからどん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 データをね出せば準備になるのよって言われてもね、大きなお世話と思う時あるんですよあります、ね、はい、そんなものはほかっといてよと、それ僕が決めさせてよと、はい、なんで車がそんなこと勝手に決めてくるの、はい、というのってありません？でもそう思ってたらどん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 遅れていきません？遅れてくるんです ね、はい、だから、そういうものが一つの実証実験の場があって、人を中心にして、はい、ね、人を中心にしてここまでそのデータでいろんなものを便利便利という名のもとにやられても、それは監視でしょ、商品主導ではなし、人中心で、それは監視でしょ。確かにそうですね、で便利だと思うか鬱陶しいかと思うかはこっちは人でしょと、だから人をベースにしたその AI とリアルの世界のその境界線っていうのはどこなのとか、あの商品をまたぐなんとかはどうなのというのは、一つのね、実証実験の場がないとダメなんじゃないのかなと思ったんです。でそれでもうその人を中心としたその実証実験ができる街を作ろうと考えられたんです。そうです、そうです。それでそのきっかけはやはり、かつてね、かつてトヨタ自動車も、ほとんどの生産台数は日本で車を作ってました、はい、でいろんな会社があったわけですけど、それのね、その時の日本の市場と今の日本の市場ではね、全然規模が違うんですよ、はい、でそうしますとそれだけの生産規模っていうとね、なかなかね活用できないというか、かつてのように日本で作って輸出をすればいいじゃないかということになりますけど、どん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 ね、我が国で作ってくださいというね、動き、売れる場所で車は作ってくださいという動きがどん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 広がっていく中で、世界の中でですね、やっぱりそういう生産規模というのは維持できないんですよ、でそうなった中で一つのね、あそこの東富士の工場もずっと未来永劫やっていくつもりだったんですけども、残念ながらね、生産キャパシティがこれではということで東北の方に移そうじゃないかと、そうするとここの場所が移りますよねと、である従業員の方が私にね、この土地は一体どうするんですかということを2年前に言われました、はい、で2年前に言われた時に私のその時の答えはね、何かこの場でね、未来につながるようなね、街づくり、会社で一切ね、何も決済も何も受けてないけれども、いろんなさっき言ったようなコネクトするね、街が必要なんじゃないか、それには小さな敷地工場ですからね、その本当の街に比べば小さいんですけど、小さいんだけれども大きな未来へのね、第一歩が開けるような実証実験の街がここ、東富士でできるんじゃないのということを2年前に答えました。その後2年間ね、いろんなケースの動きがある中で、やはりコネクティブシティというような実証実験の場が必要だというのがまさにね、タイムリーに出てきたのが今なんじゃないのかなと思いますね、もう完全今ね、これだけの国で車売りたければ自分この国で作れよってね、トランプ大統領に言われたら、もう完全トヨタ自動車の社長の今お顔になってますけど、なってますでしょ今ね、森蔵じゃないね、僕ね、コネクティドシティのあのセスの記事を見て、まず一番最初に感じたのは、あれこれトヨタ自動車の創業と同じことをやられてるのかなって一瞬感じたんですね。でそれは何かというと、トヨタ自動車の創業って
あのこの国の未来を見てね、この国の方々を豊かにしたいためにあの燃費のいい小型乗用車を作ったということと、あと自動車って総合産業なんでいろんな産業が生まれますよね。で今の日本でいろんなこう規制があったりのなんかこう実験するのが難しい中でコネクティドシティをね、これもう僕勝手な僕 の想像ですけど作ると、やっぱりそれ私有地ですからいろんな実験がそこででき始めると、そしたらそこで先端技術 その開発がどん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 先行きます。でそれが街になって首都中心でやりますから、あ実際その未来に対して何が最適かどうかということが分かる。でそれをトヨタ自動車というブランドがありながらやるから、世界中の技術者がそこで実験したいから集まってくる、うん、そしたらそこに技術が生まれ未来が作る産業が生まれる、はい、それがそのままこの国の未来を作るのかなと思った時に、やはりあの喜一郎さんがおられて、喜一郎さんの無念を晴らしたいって言われる言葉も僕よく聞きましたですけれども、そのお孫さんでおられる秋代社長がそれをやられるっていうのがものすごく創業とリンクしたんですけど、そういうような感覚っていうのはあるんですか？っていうかやっぱりね、トヨタだけでもね、うん、トヨタだけでもその未来は作れないと思います。これは もう全く、はい、ただトヨタが一緒になり、うん、トヨタも選んでもらいながらいろんな産業、うん、そしていろんな会社、そして国籍を超え、うん、そういうそのね、規模を超え、そんなその未来に思っている人たちが集まるような場、ね、はい、がウォーバンシティになっていけばいいなと思ってますね、うん、少ない人数で未来を作るよりたくさんの人で未来を作った方がよりリアルな未来に近づきますよね、うん、そうですね。それで多分ね、それぞれの人が未来に対する思いというのが違うと思うんですね、うん、それが一つの街がある、街を作るスピードにある程度シンクロして、この商品はここに合わせてくださいねというふうにすればね、もっとその立体的にというか、はい、多面的にいろいろ未来を皆さんが想像でき、最後言ったようなその人を中心にしたね、はい、なんていうか未来づくりがね、うん、できていくんじゃないのかなというふうに。だからそれこそ本当に創業と変わらず、ね、人々の暮らしを豊かにしたいという、うん、そうですね。やっぱりそこはね、単に儲けたいとかね、うん、民間企業ですからある程度その赤字を続けてね、うん、言ってくことはやっぱり先行投資もできないと思います、はい、ですけれども、先行投資をしていくためというために利潤をやる、うん、はい、儲けようとかね、儲けのうちの約半分は税金として納めますからね、はい、ですから税金という社会貢献をする、うん、これは僕大事なことだと思うんです、うん、これ分かります皆さん。僕近くで仕事させていただくようになってものすごく一番感じることなんですけど、皆さん税金払うの嫌でしょ？嫌でしょ？トヨタ自動車税金払わなあかんんですよ。だからね、僕なんか若い子でね、僕なんて車興味ないですって言いますけど、いやけどトヨタ自動車潰れたらあなたたちその生活できませんよって。トヨタ自動車の使命っていい車を作って、うんね、たくさんの車を売ってたくさんの人の笑顔にして、さらにたくさん儲けて、その国々で税金払ってそのトヨタ自動車買わない人たちの暮らしも、ね、成り立たさないといけない、すごい使命を持ってて、うわすごいなっていつもね、トヨタ自動車の社長のことを思ってるんですけど、未来今人中心に その街の話になりましたけど、ちょっと、はい、小さくさせていただいて、未来の車社会をどのようにお考え、うん、そこすごく気になります。そうでしょう。それでね、僕の答え非常にシンプルなんです。でも好きな車はあれやで、ガソリン臭い。私は未来には分からないって言ってわからない、分からないんですって。いや分から、まあ、分かったような気を、ね、振りもせず、うん、はい、分からないものは分からないんですよ、うん、じゃあ分からないなら分からないなに何にもしないのっていうとね、うん、それは未来は誰が決めるかっていうと未来に生きる人なんですよ、うん、ね、そうなると未来をに生きる人が未来を決めていくんだから、うん、若い人だ。じゃあその人たちが未来になるまでの間にいろんなチョイスを作っとくのも、うん、今の現役の役割なんじゃないのと思ってます。そうですね、それはですか？選択肢を与えるっていうのが大事ですよね、はい、それで、うん、できればね、失敗をしといてあげようかなと思うんですよ。失敗例があれば、選択肢の中にこうやってうまくいくはずだよねと思ってても失敗すると思うんですよ、うん、ただ失敗がね、
未来を作るためには必要な場合もあります、うん、そうですね。そうすると、うん、ね、未来を作っていく人たちが本当に自分がね決断し自分が選ぶ時代になるまでの間にいろんなチョイスを持ってその中の失敗の歴史を作っておいてあげること、これこそが、その未来の時代になった時にね、うん、笑顔が多い未来になるんじゃないのかなというふうに、はい、まあ、勝手に私はそう思ってます。世界中の自動車メーカーが、ね、EV 化に大きくシフトする中、はい、トヨタとしてはもちろん EV も開発されてますし燃料電池車あるし、うん、ハイブリッドあるし、はい、それこそプラグインハイブリッドもあるし、もう GM やりすもあります。それはやっぱりそういう選択肢を選択肢も、はい、たくさん、それで電動化メニューをうちのトヨタの場合はねやっぱりフルラインメーカーなんですね、はい、で何をどう選ぶかっていうのもこれもね市場とお客さんが決める話なんですよ、うんうん、だからそういう意味ではうちは電動化フルラインナップメーカーとして全てをメニューとして持ってますから、それぞれの市場とかねそれぞれのお客様が選ぶ選択肢がある、うんうんうん、ということなんじゃないでしょうか。あのメーカー側がこれからはこうですよこれにしてくださいねっていうようなところが多い中、やっぱお客様主導で、トヨタの場合はそれは我々が決めれる話であれば楽だと思いますけど、うんうん、そうじゃないんですよね現実、はい、現実やっぱり市場と、お客様が決めていくのが、はい、あの今後の電動化、そんな中、そんな中でね、はい、GR ヤリス発表されまして、うん、この車森蔵さんのね、はい、規模入りで、はい、まだあの開発者の話だと、うん、あそうだ、マスタードライバーのマスタードライバーからゴーサインが出てない、ゴーサインが出てないって聞いてますけど、はい、聞きましたけど、この今そのガソリンでね、いやゴーサインは出てるからここまで来ちゃったじゃないですか。ただし満足してるかって言ってしてませんよ。ゴーサイン今出てるらしいですけどまだ満足してないらしいですよ、はい、一応言うと伝えて、はい、後ろの、じゃあ満足するところまで持ってきたいですね、この車に対する思いは。いやその直近でね乗せてもらったことないんですけどね、うん、はい、ちょっと前に乗った時は自信満々で私に乗せてましたけど、うん、開発者が、うん、だから自信満々で乗せてる割には僕には野性味がないなと思ったんです。野性味、うん、ほう、それはどういうことでしょうか。 やんちゃな感じ、なんですかね野性味とは、うん、野性ですよ、うん、だからそれはこの GR ヤリスやからこそ必要とな野性こういう車だからこそ野性味が必要、それをまたチェック車種には求めないけど GR ヤリスには野性味は求めると。求めます、うんうん、はい、なるほど。もっとアグレッシブにってことですか。アグレッシブとちょっと違うかもしれませんけどね、うん、だって、まあ、操る車ですからね、うん、操る喜びを、ね、操る喜びを、だからその操る嬉しさを感じる野性味、うん、っていう、ね、うん、それプラスね、そのやっぱり車とともに成長できる、うん、ああはい、ね、ある時に馬もそうじゃないですか。確かに馬だってね、乗り手も 見ますでしょ。そうです ね、うん、あなたもうちょっと上手くなってから私に乗ってよと、はい、いうように車からも言わせたい。いや馬喋ってないですけど絶対言うてますからねあれね、はい、馬はねジョッキーにね、そう言ってます。それで車は話さないかもしれないけど、他の車乗ったら、はい、っていうふうにね、うん、あの車から私は聞こえるわけですよ、うん、ね、だからそういうようなところも車には持ってほしいし、うん、で特にここはねこれは競走馬に近いというかね、おなるほど、そっちに近い車だと思うんですよね、はい、いやもうね、まだまだちょっと聞きたいんですけど、はい、ちょっと時間が来てしまったんで、オートサロンに来ていただいている方々っていうのは本当に車好きの方々がお集まりだと思います、はい、そんな皆さんにですね、森蔵さんから社長からマスタードライバーから一言よろしくお願い。メッセージの、久しぶりにね、うん、この東京オートサロンの場に来させてもらってます、はい、3年ぶりやら4年ぶりやらだと思うんですね。そうです、もう我々ようやく帰ってきていただいたっていうイメージです、なぜだか分かりませんけどなかなかね、なかなか来れなかったんですよ。なんか僕ら的には、森蔵さんが、どんどん社長の仕事がお忙しいのかなっていうで、どっか行っちゃったみたいなね、はい、私もそんな気を持ちました、うん、だけどやっぱりね、改めて、はい、このいろんなケースの時代になってきて、そして今回ね、
トヨタイムズのコマーシャルでね、社長本当に好きな車どんな車なんですかって言われた時に、ガソリン臭くてね、音がうるさいのがいいんだよねって言っちゃったんです。 バズりました、ね、そうしたら未だにバズってます結構バズってね、はい、やっぱり世の中そんなこと求めてる人いるんじゃないと、うん、ね、それでそういうのを作っちゃいましょうよ、出しましょうよというようなのがあって、うん、ますます電動化電動化とかね、音の出ない車はそれもやりますよ、フルラインだから。だけど今回この車が出た、それプラストヨタのスポーツモデルは、伊勢神宮のね、式年遷宮みたいなもんなんですよ。ほう、1960年代に、はい、2000GT とかね、はい、ヨタ8っていうの車ができました、うん、はい、そして20年経って何が出てきたかっていうと、スープラ、そうだ、セリカ、はい、MRS、はい、86が出ました、うん、でその後20年経って何が出てか出てこなくなりました。出てこないです ね、うん、ね、その頃にはたくさん売れる車、はい、便利で快適な車が、ね、そういう車に行っちゃって、はい、なんかそういう車はトヨタが作らない車、はい、というふうになった時に、いわば LFA、はい、という車の開発に着手し、はい、やっとのこと LFA が出たのは30年の、うん、だから式年遷宮をね10年遅らしちゃったんですよ、うんうん、でところがその式年遷宮でやっとのことでした LFA でさえですよ、500台の限定だったんです。あ、もうもっとたくさんは作れなかった、だから500台の全世界の方にしか手に届かないような車しかできない、うん、はい、しかも高価格でした。でもそれはトヨタのね、うん、トヨタの DNA としてはダメでしょと、はい、でそうだったらやっぱり本格的にね、こういうね、車を欲しいと言われる方がいる限りは作っていこうよというので出始めたのが86、うん、そして、スープラ、はい、で今回この、はい、車になるんじゃないのかなというふうに思います、うん、ですからゆえに今回はね、何が何でも、そういう車の発表に関しては、はい、フォトセッションだけでいいから、はい、フォトセッションだけでいいから、はい、来ますよというようなことを申し上げたときにね、11が、はい、森蔵久しぶりに戻ってきたんだからっていうめちゃぶりで、これのね、これずっと普通の顔してやってますけど、今日の朝ですからね、こういうのやりましょうって言ってるのすいません、もうスタッフさんもこういうの朝ですか、すいません、すいません、はい、ですけどそういうのでね、久しぶりにオートサロンのファンの方々が、はい、本当にありがたいです、いていただけるからですね。ですから車好きの方々がおられる限りね、トヨタはこういう皆さんがワクワクする車、うん、ね、たとえそれがガソリン臭くても、うん、そしてちょっと大きな音が出ても、うん、作り続けます、はい、ね、作り続けます、はい、作り続けます、はい、作り続けます。でもあれですね、もうここでだけ集まっていただけるオートサロンのファンの方々っていうのは、はい、社長の森戸さんのエネルギーですね、はい、うん、ね、いや本当にそうです、うん、はい、はい、これからもですね、TGR 並びにトヨタ自動車、皆さんがですね、乗ってワクワクする車を作り続けると思いますので、はい、ぜひ、ね、その車をですね、牽引され、ね、引っ張っていかれるのは、豊田社長であり森蔵さんでありマスタードライバーです、はい、これからもですね、ご多忙やと思いますけれども、はい、また、はい、我々のフィールドにも、はい、たまには顔出していただいて、はい、よろしくお願いしたいと思います、はい、すいません、お時間、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、お聞かせいただきありがとうございました。はい、森蔵選手でした。ありがとうございました。いやでもね、こういうね、はい、車を作りたいって言って、はい、お金があるから作れるわけ違うのよ。いやじゃないですよ、そんな今自動車作るのに規制っていうのあんの、うん、排ガス規制や音量規制や何や規制、 でその規制っていうのは車を売った台数分の何々やからこれだけの分は許されますっていうのが、うん、全世界でそういう規制が地域によって違うからあるんです。そうですね、だからトヨタ自動車やからこそ出せる、うん、車だっていうことも理解いただいて、はい、でまたこういう車をですね、たくさんの方々に乗っていただいて、その笑顔がみんなに伝わらないとですね、この活動ももっともっと大きなものになっていかないので、皆さんの、乗っていただくということとか、はい、ね、その辺の応援もですね、よろしくお願いしたいなと思います、
はい、もういろんな話聞けて満足しました、はい、本当に個人的に聞いてたね。いや、はい、あのいやよくね、私が何語で夢見るのって聞かれて答えれないのと一緒で、そう、何語で夢見るの、同じ答え来た、だから分かんないんですよ。あ、そう、はい、なので、うん、同じ答え来てちょっと嬉しかったんです、はい、はい、まあ、さあ、で、ジュイさん、あのこのね、GR ヤリス今日発表されましたけれども、はい、あの今日から予約をね、はい、トヨタガズレーシングのサイトで開始してますので、6月30日まで、はい、よろしくお願いしたいなと思います。よろしくお願いします、はい、あのこれからも3日間まだあります、あのトヨタガズレーシングブースご期待ください。はい、最後まで楽しんでてください。はい、どうもありがとうございました。伊沢恵美ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。松坂純一さんでした。ありがとうございました。